料理男子を目指す宗像くんが時短やヘルシーをテーマにしたイケてる料理に挑戦。イケメシ。宗像隼人です。今日料理を教えてくれる先生は水沢先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速今日のイケメシはこちらです。美味しく食べて食品ロス削減、食物繊維豊富なおからメニュー。材料です。生のおから 80g、 合いびき肉 40g、 このほかご覧の食材と調味料を用意してください。それではお野菜を切っていきましょう。はい、まずはさやいんげんです。さやいんげんは事前に軽く下茹でしたものを使うよ。ヘタを取り除いて小口切りに。そして人参と玉ねぎは粗めのみじん切りにしよう。はい、それでは炒めていきましょう。今日はサラダ油など油を引かずにお肉から出てくる油を生かして炒めていきますので、火をつける前にまずお肉をフライパンに広げていきましょう。はい、中火で肉の色が変わるくらいまで炒めよう。では色が変わってきましたので、玉ねぎと人参一緒に加えていきましょう。はい、軽く炒めたら調味料を入れていくよ。すりおろし生姜、すりおろしニンニクを加えよう。そうしたら玉ねぎが透き通るくらいまで炒めていくよ。ここで今日のイケメシポイント。今日のポイントはおからを使って食品ロスを減らしましょう。おからは水分が多いことで日持ちしにくいので食品ロスが多い食品です。今日はですねカレー粉も使っていただいて風味よく炒め煮にしていきます。おからはお腹の調子を整える食物繊維が豊富、積極的に摂りたい食材だよね。カレー粉を入れて風味と満足度をアップさせるよ。豆の香りが苦手っていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今日はお肉や、カレー粉と合わせることで非常に食べやすく仕上がっています。全体がよく混ざったら水、牛乳、醤油、ケチャップ、和風だしの素、砂糖を加えよう。混ぜながら汁気がなくなるまで炒め煮にするよ。先生、水分がもうほとんどなくなってきました。はい、このぐらい水分が飛びましたら彩りにインゲンを加えていきましょう。はい、さやインゲンを加えて混ぜたら火を止め、塩で味を整えたら出来上がり。彩りが良くて美味しそうだね。カレーの風味がすごい効いていて、牛乳を入れることでおからがまろやかになって美味しいです。今日は玉ねぎ、人参、インゲンなどのお野菜を使いましたが、ご家庭にある使い残ったお野菜を使っていただいても美味しく作っていただけますので、ぜひ野菜の使い切りレシピとしておすすめです。